地震地質学が専門で、高知大学防災推進センターの岡村誠客員教授です高知では初めての6弱を観測ということに関しては、んどのように受け止めてらっしゃいますかそうですね、私自身もちょっとあの家がきしみましたので、えー、ちょっとまあびっくりした、でもまああの地震の揺れがまあ10秒程度しかなかったので、あの南海地震ではないということは、即座に判断できたので。 はいえー、ただまあ6弱ということで、特に宿毛から愛、え、媛、ー、県の愛南町というところ特にまあ港町ですので、宿、え、毛、ー、もまあ軟弱地盤の上に、まあ、市街地が広がっているということで、だからやっぱり揺れがどうしても大きくなっているということを言えるとは思います、ね、今回の地震のメカニズムについて、岡村教授は、南海トラフ地震とは異なるといいます。 皆さんご存じの通り四国の下にはフィリピン海プレートっていうのがこう沈み込んでるんですけどこれがまあフィリピン海プレートが年間5 6センチでこう沈み込んでるということで一番ストレスがかかるのがこの境界面なんですね。ここここれがが多分一番動ききやすいし世界的に見ててもここで大地震が起こってきたところが今回はこの沈み込んでくるプレートのずーっと動いてきてブチッとこう切れた。 引っ張られて切れてしまったんです。それがこの付近で起こったんです。だから南海地震とはま直接的なメカニズムが違うということが明らかになっています。震源地が南海トラフ地震の想定震源域内であることについては、要するにこれがまああの想定震源域ですけれども想定震源域のま真下で起こっている。 ただら、深さ方向にはずいぶん深いということになって、この面で起こっているわけではない、それより下のほうで起こっているということになります、まあ、メカニズム的にも全く違うと、逆断層と正断層、押されて動く地震なのか、引っ張られてちぎられてこうあの動いた断層運動かということで、私たちが今後、注意すべきこととは。 まあそれほど大きな地震ではないのでえまあ1週間ぐらいでだいぶ余震も止まあの落ち着くだろうというこれはもう経験則が何千回とありますからそういうことを一般的には言ってるわけですねただあの注意しなきゃいけないのはやっぱり愛南あるいは宿毛のところでえと起きたのでその今度は周りのところでもっと大きな余震が起きる1.6.5クラスも含めて起きる可能性は あるのでまあこれが関係ないとしても何回トラフ地震というのはもうそれだけで単独で明日起こるかもしれないということはもう考えておかなければいけないわけですね。